はい、こんにちは、恋愛時計鑑定士の岡部拓也です。本日は、理想同士って何っていうですね、お話なので、そうですね、理想同士っていうのをですね、ちょっとお伝えしたいなと思ってます。例えば片方でですね、男性の方が、女性をですね、まあそのままで好きですよという状況だとします。で、逆に女性はですね、ものすごく頑張って、お化粧したりとか、服とかですね、ものすごいこう頑張ってたとしますね。で、その状態が、まあ、彼にとってはものすごく、まあ、理想の相手だったとします。ところが、彼女はですね、例えばお化粧落としたとかですね、あとは、ちょっと服が普通に、ちょっと若干ラフになったとかですね、そうすると、彼の方が、あれ？こんな人だったはずじゃないみたいな。という形でですね、だいぶ相違が出てきてしまう。そうすると、まあ女性の方はすごく毎日はですね、無理していなきゃならない。僕の知り合いでもいるんですけど、もう旦那様が寝るまではお化粧を落とさずに、寝てからお風呂に入り、で朝も旦那様が起きる前にお化粧は終わっているという。それが女性のたしなみだみたいなのでですね、一生懸命毎日頑張ってらっしゃる方がいますが、もうまあそれは慣れてるからはいいと思うんですけど、まあなんかそういうのもですね、非常に疲れると。やっぱりありのままのですね、お互いがまあお互いの普通の状態がですね、好きであるっていう状態が一番理想なのじゃないかなと。そういう意味では理想をですね、どういうふうなところに重きを置くかっていうと、僕はですね、まあ、割とありのまま、お互いがですね、普通で無理していない状態を、まあ、指しているというかですね。まあ、もちろん最初はね、可愛くしたりなんだりするとは思うんですけど、まあ、彼にとって、彼女っていうのはそんなに頑張らなくても好きでいられる。彼女もそんなに、彼がもう、なんか例えば、無処理に生やしたとしても、全然それでも構わない。まあ、そんな感じのですね、まあ、見た目で言うとそういったところもありますし、まあ、性格面もすごくこう、頑張らなくても、お互いに、まあ、付き合っていられる、そういう関係を、まあ、僕は理想同士と言っていますね。なので、その理想同士で無理のない恋愛できたら一番楽なんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひですね、ご自身の中での理想同士のその関係っていうのはあると思うので、まあ、もし僕がですね、鑑定するっていう形になりましたら、ぜひですね、その辺もお伝えいただければなと思います。はい。そこは私は譲れないとかですね、そういうのもあると思いますので、まあ、それは全然合わせることができます。はい。今日はこんな感じでございます。また、次もですね、楽しんでください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。